JA 協済連大分は職員から集めた寄付金を毎年県に送っています。今日は県庁で JA 協済連大分の藤田千尋本部長が寄付金およそ二十七万六千円分の目録を手渡しました。この取り組みは二十年前から続けられているということです。交通事故によって保護者を亡くされた子どもさんが健やかにたくましく。 成長して勉学そしてスポーツに励んでいただくことを期待しております寄付金は県内に31人いる交通事故維持の入学や卒業の祝い金などに役立てられるということです